オイラの気のせいか？あのヒルチャールなんだか変だぞ。これまで見てきたヒルチャールも魔物ではあるけど、あんなの見たことない。あ、願い？お前、人の願いを叶えられるのか？オイラはてっきりリーユへの仙人は喧嘩だけが取り柄かと。なるほど、仙人に助けてもらうにはそれなりの対価が必要だってさっきの信者たちも言ってたな。でもオイラたち、あまりお金になるものは持ってないぞ。タイガー！確か仙人に関する本だった気がするけど、なんで仙人が自分に関する本を買ってるんだろうな。おい、そうなのか？どこが怪しいんだ？願いを叶える力がない？ふむ。そんな、禁忌滅却の札が効かないなんて。ヒルチャールのまとってる邪気がまた強くなったのか？チェ、やっぱり嘘つきだったのか。見事に当たったな。確か章にはご褒夜叉っていう別名があったよな。そういうことだったのか。かわいそうだ章。を出せばもう二度と仙人は名乗れないと思うぞ。いや、我が打つのは妖魔のみ。人は殺さない。いや、殺すとは言ってない。さもなくば自身が飲み込まれ、魂が体から離れて戻れなくなる。ごめん、また間違ったことを言っちゃったみたいだ。それから瞑想だ。あの嘘つき野郎の姿はあまり思い出したくないけどな。わあ、三子往来。そうなのか。人の心を理解するのは難しいな。話はいいから早く食べようぜ。料理が冷めちゃう。オイラは先に食べるからな。そうだぞ、名称の塔を見に行かなくてもオイラたちを送るくらいはしてくれてもいいだろ。ここからリーユエコーまで遠いし、郊外は危険だ。そう、どこもかしこも危険だらけ。おい、これはれっきとした祭りなんだぞ。賑やかしってなんだよ。 Hey, you. You're finally awake. You were trying to cross the border, right? Walked right into that Imperial ambush. Same as us. And that thief over there.